海と日本プロジェクト in 岐阜県。ゴミを拾ってきれいにするぞ。チェンジフォーザブループロジェクトを推進する日本財団は、海洋プラスチックゴミ問題の解決に向けた取り組み、プラスチックスマートキャンペーンを推進する環境省との共同事業として、数字の語呂合わせでゴミゼロの日の5月30日から6月8日の世界海洋デーの前後を海ゴミゼロウィークと定め、海ゴミ問題の周知啓発や海ゴミを出さないという意識を徐々に高めていくことを目的に、全国で一斉に清掃活動を行いました。海ゴミは私たちの普段の生活から生み出されています。適切に処理されないゴミはやがて川や海岸から海に入り込み、海ゴミになります。ゴミを捨てない、ゴミを出さないという強い意志を持つことが、海の未来を変えることにつながる。この海ゴミゼロウィークの清掃活動は、一人一人が海について考える貴重な機会となりました。この日清掃活動を行ったのは、羽島西幼稚園の皆さんです。今日はゴミ拾いをしてどうでしたか？楽しかったです。どんなゴミを拾いましたか？ネジと紙。こういうゴミが川に流れていって海に行っちゃうっていうことは知ってましたか？知らなかったです。ゴミが川とか海に行かないためにはどうすればいいと思う？ゴミ捨てする。大変だったけど綺麗になってよかった。川とか海にゴミを行かせないためにはどうすればいいですか？ゴミを拾ったり取ったりする。園児が自分でゴミを拾うということは、それはそのまま自分がゴミを捨てないというような倫理観を育てることになりますので、そのような風な人間に育ててくれるといいなと思っております。これからはきれいにするぞ。海と日本。